ベロニカ・キャンベル・ブラウンはジャマイカの陸上競技選手である。オリンピックで8つのメダルを獲得しており、特に200メートルでは2004年、2008年と連覇している。これはベーベル・エッカートが1976年、1980年に達成して以来で女子では史上二人目となった。ジュニアの時代から頭角を表しており、 1999年の世界ユース選手権では100メートルと400メートルリレーの2種目で金メダルを獲得している。翌2000年には世界ジュニア選手権で史上初めて100メートルと200メートルで2冠を達成した。その年のシドニーオリンピックでは18歳にして400メートルリレーのメンバーとして参加し銀メダルを獲得した。 2004年アテネオリンピックでは、まず100メートルで、銅メダルを獲得すると、200メートルでは、後のライバルとなるアメリカのアリソン・フェリックスを抑えて、金メダルを獲得。さらに400メートルリレーでも優勝し、金メダル2個を含め3つのメダルを獲得する、大活躍であった。翌年の世界選手権では100メートル、400メートルリレーで2個の銀メダルを獲得した。二百メートルでは、 優勝候補と見られていたが、決勝ではカーブを曲がりきれずに、外側のレーンにはみ出てしまった。失格にこそならなかったものの、直線でクリスティーン・アーロンに交わされ、メダルを逃した。2007年の世界選手権、女子100メートル決勝では、長い写真判定の結果、2位のローリン・ウィリアムズと11秒01の同タイムながら、金メダルを獲得した。 また、200メートルはフェリックスに敗れて、銀メダルであった。400メートルリレーでは、アンカーのキャンベルが、通りーーエドワーズとの差を縮めたが、わずかに100分の3秒及ばず、こちらも、銀メダルであった。2007年11月、アーカンソー大学時代の同級生で、陸上選手のオマー・ブラウンと結婚し、ベロニカ・キャンベルからベロニカ・キャンベル・ブラウンとなった。結婚式にはマリン・オッティ、 タイソンゲイやジャマイカ首相のブルース・ゴールディングらも出席した。2008年北京オリンピック国内選考会の100メートルでは10秒88という好タイムを記録するも4位に終わり、世界チャンピオンが国内選考会で敗れるという波乱の展開となった。しかし、200メートルでは貫禄を見せて優勝。タイムは21秒94の自己ベストであった。 迎えたオリンピックの開会式では、ジャマイカ選手団の騎手を務め、200メートルでは自己ベストを大きく更新する21秒74で優勝した。400メートルリレーはキャンベル・ブラウンに加え、100メートルでメダルを独占した3人というメンバーで、世界記録更新も期待されていたが、決勝ではバトンミスにより失格となった。2013年6月、 禁止薬物の陽性反応を示した。ありがとうございます。